犬コネクションで濡れ漫才です。どうぞ。言いまして、こちらが生川木くんです。よろしくお願いします。ね、いやなんか、はい、いやなんかわかんないけど、はい、いやなんかわかんないんだけど、なんか、はい、いやなんか、うん、いやなんかおいらわかんないんだけど、何がわかんないの？いやなんかおいら昨日なんかすごいなんかあれイライラすることあったよ。あなたもイライラすることあるんですか？そう。いやなんかあれ、はい、昨日なんか電車乗ってたら、おなんかあれ三人掛けの席あるじゃん。うん、そこ の、 あの真ん中におじさんが一人でなんかこうやって座ってて、うん、一人で、はい、それでそしたらなんかあれ手つないでカップルが乗ってきて、うん、それでなんか周り埋まってるから、あなるほどね、はい、なんかあれそれでなんか、うん、であれその3人掛けの席に一人で座ってて、うんうん、それでなんかあれ、うん、なんかあれそういう風になんかやってて、うん、それでなんかわかんなくなってきちゃった。いや、みんな分かってたよ、どういう話。まだ言ってはなかったけど、どういう話か分かってたよ、頑張れ。あとちょっとでゴールだったから、もう一回ちょっと話すよ。なんか電車ね、電車乗ってて、うん、で3人掛けの席があって、うん、おじさんがね、真ん中に座ってたんで、カップル乗ってきて、カップル乗ってきて、だからそういう風になんかあれだったんだけど、2人が収集されなかったんだよね。でもなんかあれ、なんか分かんなくなってきた。だんだんと、だんだんと、そう、さっきより分かんなくなってきた。うん、徐々にゆっくりと。昨日のことでしょ。なんか電車かどうかも分かんなくなって。電車は電車でも。電車乗って席にあったらそれ妄想じゃないでしょ。カップルが乗って、ああそうだ思い出した。ああ、はい、そうだよ、お願いしますよ。なんでカップル電車に手つないで乗ってくんだよ。